テレビで見ると分かるけど、サッカーやってる人とかがさ、めっちゃ手が止まらないからさ、なんでさ、ここに押さえる後ろから使えるぐらいでさ、その時なんだくね、普通にこう、ビーボードでしょ。一目越し前の同じ映像の感染は本当になんかテクニックって感じがするけど、フリードナとかもそれぐらいじゃ逆に扱いするんじゃないですか。なんでフリードナポーズしないからペナルティーエリアのボールだったらもう倒れることしか考えてないけど、ホテルぐらいしかデパートだな。俺はドイツ対ブラジル系じゃないから、ブラジルと思うんだけど、想像でなかった。めっちゃ感じた。あれさ、俺の部屋でテレビ来てた、俺はもうなんか M ってなんかウトウトしたらいいからさ、何が入ってきて今あんなんて言ってたら、なんか20とか言ったの違って、どっちかってドイツやったのかな。で、ちょっとなんかこうなったら、4分で終わったの、なんつったらこうなんかこう、ロロロロとかえそれで目が覚めて、また行ってください。出てなかったらまた7点差ぐらいつける。そうですね。ティアゴシルバのフェイスカムで、あれ、このこう、ディフェンスのシステムが整って、ここで攻撃で持つ人がいないから、攻め上げのペースを、守りがついてます。本当、ブラジルの方がワンマンチームだった。ドイツの日はスニがさ、メッシの家に派遣すればいい。メッシの説スニから。やべえよ、いろいろでやべえけど。スニがさ、今何もしないから嫌になって。共和の人はスワレスより凶悪だから。スワレスはどっちかちょっとわざとされてた。完全になった。ああ、らしいです。何がしたいのかあったの？いや、でもバルサやばくね？いやいや。いや、でも、いらんせいです。まあまあ、そうなんだけど。そうね。次は誰が外れちゃうの？いや、でも、実際あれを見るとやばい。ペドロとかもやんねんじゃん、絶対。これは見れてる。やんねんじゃん。NMR、メッシ。そうです。そうです。やばくね？それで勝てない意味がわからない。オールスターチーム少しレイニースタイル攻撃と盛り上がってくるやべえ。調理器具なんもないし、冷蔵庫に飲み込んだだけです。俺が言ったのが、まだそんなに家自体完成されてなかったけど、なんかファイトみたいな話してる。ファイトみたいな話してる。
結構あの授業、あの授業出なきゃやばい。出てないっすか。俺はこれだよ、普通の民法だ、民法計算とか。実際やってることってどこまで違うんだろう。まあそれはルール、国のルールが一緒だから。いや、これはない。普通に違ったら問題じゃない。え、違うだろ、それやってることは。うん、条件だけ違う、しなくねえ。内容は違う、それ違う、違うだろ。だから、どこを省いてるか。あ、まあ、それはそうだ、詳しくやってるだろ。だって、こんなにやってて、あいつらが余裕にしてる意味だもん。あとは、できたの難しかったな。そう思われたら、余裕だもん。そこまで言ってたけど、ちょっと今度はね、ちょっとね、自転車で頑張って、多分なっていいよ。なんでよ。いいよ。そして、実はね、8月の16日、